両者が呼ばれました。場内はとにかく1万2000人という大観衆の熱気にあふれております。ここ蔵前国技館、両方ともに23歳という若さ、身長はチョン・サンイルの方が166センチ、具志堅の方が163センチです。リーチはわずかにチョン選手の方が上で164センチ、具志堅は162センチです。さあ、いよいよ第1ラウンドが始まります。白いトランクスがチャンピオン、具志堅用高サウスポースタイル、黒いトランクスとはじめまして、こうやって見ますと白井さん、公開スパーリングの時よりもチョン選手は足を使える選手というふうに見てよろしいでしょうか。そういうことですね、公開練習の時はね、足はあまり使わなかったです。そうですね、やはり今日の足はなかなか軽快ですね。今日朝10時の計量後、チャンピオン具志堅用高は 200g のステーキ、それから日本のスープ、サラダ、フルーツ、それから松茸の炊き込みご飯などを食べます。午後にも軽くチキンサラダを取っております。一方の黒いトランクス、挑戦者のチョン・サン・イル選手は計量後は3本の白い人参のようですが、白人参というのを韓国から持ってきておりまして、それを生で3本食べ、その他にも2本分のドロドロに溶かしたスープ状になった人参を食べたということです。軍司さん、両者の肌の色艶などいかがでしょう。チョンはいいですね。はい、とにかく具志堅は練習の時には右回っておりましたんですけど、今日はチョンは右回らせないですね。あ、なるほどね。左右のストレートが出ています。とにかく今回の公開スパーリングで目立ったことは、右のジャブ、ストレートが非常に数多く出たというチャンピオンの具志堅用高です。田中白井さん、具志堅は第1ラウンドから積極的ですね。そうですね、もうじわじわいってますね。それとね、先ほど言ったように今回練習ではね、はい、レストの2回のリードね、はい、右ですか、右ですね、右のリードですね、はい、ものすごく良かったですね。早くも左の目が赤くなってますね、チョンは。赤くなってますね、はい、やはり右を切ったんですかね。そうでしょうね。チョンのワンタンだけは気をつけないと、はい、右のフックを引っ掛けました。この右のフックを引っ掛けるのは最近非常にうまくなった具志堅です。割合に第1ラウンドは実体表を見ていく感じのある具志堅の戦いぶりなんですが、今日は非常に積極的、前に出ております。やはりこれもチョンの試合を実際に自分で韓国で確かめた、そういったことがあるんでしょう。左右のワンツー攻撃、さあ、それか、また今度は右のアッパーを交えてコンビネーション、いい攻撃です。今度はボディを攻めます。このあたりもうまくなりました、具志堅。両者右の相打ちですが、バランスを崩したのはチョン・サンイル。第1ラウンドからいい打ち合いですが、具志堅の方が的確に、しかも数多く出しています。あ、やっぱり今の右ですかね、平井さん、怖いのは。そうですね、はい、右打ちますからね、あれはなかなかね、シャープですからね、気をつけないといけないですね。金平会長は右のカウンターをおそらく狙ってくるだろうから、これは注意したいと言っております。第1ラウンド終わりました。軍司さんの回転は10点砲でございますけれども、10対9で具志堅がまず第1ラウンドを取っております。各オーナーがチャンピオンの具志堅用高、これが6回目の世界タイトル防衛戦ですが、実にプロ入りはわずかに16戦目ということで、危険な早い出世ということになります。とにかく9戦目で世界タイトル防衛して見事にこれを、挑戦して見事にこれを獲得したという具志堅用高、白いトランクス。第1ラウンドはまず快調にスタートを切りました具志堅です。よく白井さん、調子がですね、はい、試合前に良すぎるとしてるのは気をつけなきゃいけないという言葉がありますね。そういうことありますよ。ですから、練習の時いいからね、シャッキバッといくと思ってですね、はい、えらい失敗することもありますよね。そうでしょうね、はい、
番長です。右番長出しました。その右がちょっと、そうですね、スピードあんまりないんですけどね、はい、あれせっかく見きましたね。そうですね、あの右を出しました。右を出します。この右はやはり警戒しなければいけません。今少し引っかけました。この前のロンタイトル戦でも自分のミニストレートを離れてきましたけどね。あ、なるほど。やはりあのミニストレートだけは引っ張らないようにしたいですけどね。やっぱりサウスポーとサウスポーのオーソドックスの選手というのはほとんどやはり右を一つのキーとしてくるわけですからね。そういうわけですね。あとワンツー、あ、前左のスクが当たりました。しかし右を打ち返した。今日もなかなかファイト旺盛です。身長リーチともにわずかにチョンの方が上回っておりますが、何せスピードはなります。具志堅、おそらくこのパンチは相手の目には入らないんじゃないか、見えないんじゃないか。あ、ストレートが怖いです、はい、そうですね。具志堅の自信満々の言葉ですが、今日もなかなか右を振っています。左のアッパー、アッパーが入ると危ない。まあ、ぶつけるのですね、のアッパーですね、あれはとてもいいんですよ ね、 そうですね。今ちょっとね、ミスしましたけどね、練習的には良かったですよ、はい、いいですね、はい、あの左は早くもチョン・サンイルが同じを出しています。やはり右のストレート、それから左のアッパー、この辺が顔面結果で残っているでしょう。右のフック、ロープを常にショーという感じになっています。チョン・サンイルです。挑戦者スロースターターというコースで、この辺り一気に攻めていくか。具志堅用法、これまでダウンしたことはあるけれども、ノックアウト負けは一回もないと豪語しております。チョン・サンイルです。まあ、要するにね、スロースターターということを聞いてますからね、はい、もう前半に過ぎちゃうから、あるでしょうね、あれはクリーンヒットですよ、また右を振ります。具志堅の左がちょっと下がるのが気になりますが、いかがですか、水さん。そうですね、そうですね、右のフックを引っ掛けた、だいぶダメージがあると思います、はい、そうですね。具志堅がかなり積極的、左のアッパー、顔面に当たりました。今の左のアッパー、もう一発左のストレート、離れ際にまた左のフックを放ちます。こういう風に非常に最近の具志堅の攻撃は多彩です。ボディーブロー、上行くかと思えば下にもします。この第2ラウンドほとんど時間がありません。今パー突き上げた。第2ラウンド郡司さんの採点はまた10対9と具志堅が取っています。第2ラウンドのスロービデオをご覧ください。左のアッパーと言いましょうか、フックと言いましょうか、非常に的確に相手の顔面を捉えています。具志堅だいぶ左の目が、左の目尻をどうやらチョンサンイルは切ったようですね。手当てをして出てまいりましたが、やはりあれも白井さん、あの具志堅の右のストレートが当たってるんでしょうね。そうですね、あのストレートがあのですね、はい、これが当たっていますね。そうでしょうね。左のストレート顔面に飛んでいます。非常に右を出しています具志堅。左リーブロー、もう一発、非常に正確にパンチが出ます。今日も第2ラウンドあたりになかなかいいワンツー攻撃を見せましたが、具志堅のこのどんどん前での攻撃にやや押されている感じがあります。左の目尻が切れています。血がにじんでおります。左のフックをまた引っ掛けました。このラウンドあたり平井さん、ちょっと具志堅の左が多く出てまいりましたね。そうですね、左でやはり決めようということなんですかね、非常に積極的ですね。積極的ですね、はい、現在のところ4試合連続ノックアウトなし。途中の手が出なくなって出なくなりましたね。右のアッパー、具志堅が打ち合います。左のアッパー、チョンも左右を取っていますが、これはいい感じだ。左も打つ、チョンも反撃、左のストレート、また左のスクワさんだ、右を引っ掛けた。一方、具志堅前に出ます。あっと頭が当たります。だいぶ左の目は切れていますし、具志堅猛烈に攻めます。ボディーブロー、一気にいいコンビネーションです。左のストレートがボディーへ、まあ、ああいうのは、まあ、打ってもうまいですね。まあ、いいですね。もう、絶対飛行機でいたと思ったらすぐ打ってきますから、ね。はい。左のストレート、今度は左、左
だ。一戦のうまい攻撃です。一方的に攻めまくっています。スローサーターのこの間にいいように打たれているという感じがあります。右のストレート左追い込み左右のスク、もう目が完全に腫れてきました。左の目が完全に腫れました。まだですね、目がね下がりましたね。距離感がこうつかめなくなってるでしょうね。そういうことですね。左のスク、右のストレート顔面へ。受験の感じというのは一発でドンというのではなくて実にじわりじわり効いていきます。右のストレート、左のスク、タイトル初挑戦のワンズスマンの顔などもこの受験の感じの力を物語っています。左ストレート、右バッター、ホームランになりました。軍艦の回転、第3ラウンド下がってきました。10対8と具志堅が取っています。なおこの放送局サイド一般の国に行っていますが、北極単独旅行グリーンランド縦断という冒険旅行を成し遂げました上村直美さんもこのリング上を見つめています。第4ラウンドに入りました。平井さん、いくらスロースターターでもあれだけ打たれますとね、はいはい、ちょっとやっぱり打たれすぎという感じですね。そうですね、まあ、とにかく打たれましたね、はい、今のようにバランスを崩してしまうこともあります。森田レフェリーがあーここでストップを命じます。ストップを命じてニュートラルコーナーを指示して、さあこれからドクターに目を見せようというところ。吉田幸雄コミッションドクターが見ていますが、岡部さん、はいどうぞ、チャンピオンのコーナーですがね、はい平さんどうぞ、第1ラウンドが終わったところで、チョンの先頭はまだ見せかけだと、必ずガンガン打ってくるから気をつけろと、この時に合わせるなと、ところが今のラウンドが始まる前にですね、今度はボディを徹底的に攻めろと、こういう指示が飛びました。なるほどね、スタミナは抜群と言われているチョン・サンイルだけに、いつボディーブローをするかというのが、この赤コーナーの指示だったわけですけれども。目を切っているということで、平井さん、このあたり目をまた重点的に攻めたいというところもあるでしょうが ね、それとあの塞がってますからね、ちょいと見えないんじゃないですか。そうですね、こうなりますとね、こうちょっと背負い意識といいますかね、はい、破れかぶれでね、打つくかも分かんないですね。あなるほどね、ボディブロー、ボディブロー曲がった、今度は顔面へ、あなボディブロー、あーやはり指示通り、実験は左をボディへ叩き込んでいます。左右のアッパーから左のアッパー、左右のフックから左のアッパー、今のところいうことはありますからね、はい、ここでまた相打ちになりかけましたけれども、具志堅の方がスピードがあった。右のフック体勢が耐えた、トンタイムが攻めていきます。しかし2発ぐらいで攻撃が止まってしまいます。左の目は完全に塞がっています。今日もですね、まだまだ調子が出てないですね。そうでしょう、そこをね、ガタガタって打たれたでしょ、もう本当に動揺してるわけですね。ですからちょっとあの調子のつくのがですね、無駄がかかるようですね。そうでしょうね、そういった意味でここで冷静にボディを攻撃をしておくというのも一つのいい発展ですね。そういうことですよね。左のスク、こういった接近戦でもあるいは離れても非常に的確ないいパンチがスピードに乗ってブーンという感じで繰り出される具志堅のパンチ。具志堅がまた左右に足を使ってボディをまた狙っています。第4ラウンド、今までのラウンドに比べてこのラウンドは比較的静かな感じです。ツーストレート顔面、ボディーブロー、具志堅のラウンドです。第4ラウンドの具志堅の猛攻をご覧ください。顔面ちょっとガードが高くなる、あ少しこう突き上げたような感じになりましたね。それとねスピードがありますね。そうですね、はい、岡部さん、
はい、平原さんどうぞ、挑戦者側ですけれども、宮沢さんどうぞ、はい、チョン選手の次なんですけれどもね、はい、左の目の上長さが3センチ、宮沢さん、宮沢さん、宮沢さん、左のスマートさん、ダウンです、ダウンです。ちょっとどうでしょうか、すぐに立ち上がりましたが、いや、全員ストップという感じ、本人はやりたがってませんね、あんまりやりたくないという感じ、結局ストップ、ストップ。これで5試合連続ノックアウト勝ち、そして6度目のタイトル防衛という日本の大記録を作ったわけです。具志堅用高、まあ白井さん、あれだけの猛攻されてはね、ちょっと速攻速攻ですからね、あれではね、打たれる方もですね、はい、息つく暇がなかったですね。そうですね、はい、まあ、郡司さん、やっぱりなんといってもあの右の速さ、はい、リードジャブの良さ、これは素晴らしいものがありましたね。右からの左ストレートですか、それからアッパーですか、はい、それから公開練習と同じものを